Hazard 6. We just entered Chinese airspace. Good. How are you holding up? Why didn't you turn me in? You could have cleared your name. Maybe. But it wouldn't have stopped Simmons. Besides, you're starting to grow me a little bit. Plane, do you? こんにちは、ブルーホースです。ハナケン、we have a problem. A big one. The pilot is mutating. おやりながらミステリーしちゃってる。We saw back at the cathedral. What? やっていきましょうかね、人生相談。Alright, hold on. I'm looking something up. 目の前にいるね。とりあえず燃やそう。いきなりね、修羅場。なんですけれども、あれ、簡単に混ざっと、オッケー。あ、違う。ふえ。こいつにアバンスキルとね、ガスを噴射しちゃうんですよね。ということでね、こんなね話をしつつ、一発目の相談なんですけど。彼女が欲しいっていうね、すごいシンプルな、あれだったんで、一度、はい。でも、頑張れ。としか言いようがない。ですけど、そうね、彼女が欲しいっていうのは、まあ、すごく、至極ね、そういうか、非常に素晴らしい、純粋な、お悩みかなと思うんですけど。そうね。何が原因で彼女が欲しいかっていうところっすよね。何が原因で彼女ができないかっていうところっすよね。まあそこが結構ね、問題というか課題だったりするっていうのは、往々にしちゃったりするっすよ。例えば、見た目が汚い。これいきなり言っちゃダメかな。見た目が汚いとか、まあそれからね、性格が悪いとか、意外と、なんだろうな、男が思ってる、こうしたらモテるっていうのと、女性が本当に惚れるっていうのとで、結構ギャップがあったりするんですよ。男ってなんかちょっと悪ぶってたらモテるとかっていう、まあ実際になんか不良がモテるみたいなことは、まあ多少ね、あったりとかするんですけど、それっていうのは、なんだろう、ワンナイトラブ、まあワンナイトラブで、一発ね、キャッキャウフフができれば、それで満足っていう場合だったら、まあいいんですけど、まあ、ゆくゆくはね、長く付き合うとか、ね、この子の谷間を見るとか、その話はどうでもよくて、谷間を見るとか、谷間は見ないよ。谷間は見ない。まあ彼女を作ることで、まあ、なんだろうな、将来的に、まあ、結婚を、まあ、考えると、僕の視聴者は結構20代から30代くらいの人が多く、まあ、時々学生さんもいらっしゃるんですが、っていうこともあったりはするんですけど、どうしようかな、こうしとこうか。っていうのはあったりするんですけど、どういう彼女が欲しいかにもよりますからね。あ、よるかですよね。もし長期的な彼女が欲しいっていう場合だったとしたら、できるだけあなたの趣味とか、それから、が合うものとか、それからね、嫌いなものっていうのが一致しているっていうのが結構大事だったりします。嫌いが一致していることっていうのが、ポイントだったりはしますね。あ、これだ。Hey,
あのね、嫌いが共通してる、あと趣味が共通してるっていうのも結構大事だったりしますよ。旅行が好きとか、映画一緒に見るのが好きとか、読書が好きとか、漫画が好きとか、アニメが好きとか、いろんなものがあるんですけど、あの共通点が多いものを、多い人を彼女に選ぶっていうのが大事です。一方でワンナイトラブみたいなものっていうのは、あのね、普段自分が過ごしている人に日常では味わうことができない刺激を求めているっていうケースが多いので、そういう場合はあの、そういう場合はね、なんだろう、自分にないものを持っている人とか、あの性格が全然違うとかね、それから、なんだっけ、自分が普段しない服装とかね、性格が全然違うとかっていうような人を、まあ、選ぶっていうのがいいです。だから、まあ、そこでね、どういう風にするかっていうところなんですけど、あめ、これがまたね、こう避けられなかったらね、またリヨーンって言われちゃうところだったからね、そう、だから、まあ長いお付き合いなら共通点が多い、で短いお付き合いでいいんだったら、ギャップがある人を選ぶっていうのがいいかなっていうふうに思いますね。で、まあ、あとはどういうアタックの仕方かっていうところなんですけど、そこはね、なんか情報があまりにもなさすぎて正直難しいっていうのが、正直なところですね。まあ、ね、全然役に立たねえなこいつって思われるかもしれないけど、でも実際そんなもんよ。あ、しまったな、これ取らなきゃよかったな、やっちまった、こう。いや、充満しているガスの中でゾンビを倒していきましょう。いるね。ごめんなさい、失礼。あ、倒した。ああ。中から出てくるんじゃないか。いるね。オッケー。ああ、また来た。オッケー。っていうのがまあ大事かな。おお。あ、あ、しまった。あー、今取る必要なかったのに取っちまったな。どうしようかな。納豆だも取れないしね。しゃあない、これぶっ放していくか、めっちゃもったいないけど。っていうのがまあ大事になってきますかね。あとはまあだから何、どういう視点でそのまた取っちゃって、どういう視点でね、あの彼女が欲しいかですよね。ああ、じゃなくて、まあ、どういう風に彼女を獲得していくかですよね。荷物が危ない。このね、ハーブを取りたかったんだけど、おお、危ねえ、こいつ。行ってる、行ってない、ここから見える、もういっか、ハーブ今いっぱいあるしな。そう、ああ、ショットガン2つあるから、ショットガン2発撃っちゃう。まあ、あの彼女の作り方に関してはご自身で考えてみてくださいっていう、めっちゃ無責任な。方でごめんなさい。あ、やばいやばいやばい、めっちゃ来てるめっちゃ来てる、あざっすっていうところかな。まあ、彼女ぜひ頑張って作ってください。どういう彼女欲しいかによってどういうタイプを選ぶかっていう、その選び方に関してはね、ご案内させていただいた作り方は欲しいんで頑張ってください。はい、じゃあ続いてね、人生で何をやってもうまくいきません。仕事も失敗ばかり。友達もいないし嫌なことばかりです。こんな自分でも、あ、こんな自分にも生きている意味あるんでしょうか。ね、どういう人生を過ごしているにしても、生きること自体、生きることそのものにね、あんまり意味ってないっすよ。だってみんな、行き着くところは同じなんですから、失敗しようが成功しようが、
楽しんだもん勝ちだと思った方が、いいですよ、コロ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 っていうところかな。うん、僕別に意味がある人生だとは思ってないですけど、まあでも、そのなんだろうな、自分一人で生きてて、なんか何のために生きてるのかみたいなことが思いつかない人に関しては、あの、誰、Jesus Christ, how much worse can this get? When you open the hatch, you destabilize the plane by letting the pressure out. Leon, you're gonna need to take the controls. I was afraid you were gonna say that. 家族とかね、あの、まあ、自分が大事だなって思う人に関して、幸せにするために生きるとかっていう、何かその生きる目的みたいなものを、考えてみてほしいなというふうに思いますね。Then, press the third button in the fourth row of the upper panel.うまくいかない、やばい。That work? Nothing's happening. あ、落ちる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 。やばい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 。Try it again. こういうことか。これ難しいな。Okay, now pull the lever on the right-hand side. Okay. っていうところがすごい大事になってくるけど、ヘレナ、助けてヘレナヘレナヘレナ。めっちゃゾンビ来てるよ。ゾンビが椅子貫通してきたよ。続きまして、だからね、でまあ仕事失敗したところで死にはしないし、で万が一ねその失敗することによって、なんだろうな、あの社会的地位とかがまあ脅かされるみたいなことであれば、まああの仕事をね思い切って転職してみるとかっていうのをやったらいいと思うし、友達がね今いなかったとしても僕も友達いないっすよ、あのぶっちゃけ、こうやって SNSネス上の付き合いでいろんな人がこうやって関わってくれるっていうだけであって、私本当に片手いるかいないか程度なんですよ、なんだけど別に今苦労はしてないというか、友達がいないことで、まあその例えば芸人とかね、ああいうなんか YouTuber みたいな人たちとかの横のつながりとかも言ったらすげえいいなと思ったりする瞬間もあったりはするんですけど、だかといって別にそれでじゃあ自分の人生終わったとかって思ったこともないし、そもそもあの、まあ、仕事を失敗するっていうのは辛いかもしれないですけど、友達いなくてもあの生きていけているっていうのは、多分友達がいなくてもあなたは平気な人なんじゃないかなっていうふうに、あのいい意味で自信を持っていただけたらいいかなっていうふうには思いますね。で仕事が失敗するっていうのは、あの本当にそのもしかしたらの話ですけど、今やってるあなたがたまたま能力を生かすことができない仕事についちゃってるだけと、例えばあの人とコミュニケーションを取るのが苦手なのに営業を回されてるってなったら、そもそもうまく話をできないし、人から話を聞くこともできないしってなっちゃえば、そりゃね、仕事失敗ばっかりですよね。だって相手のことを、相手に提案する資料とかをどう考えたらいいのかっていうのも思いつくわけないし、相手にどう話をしたらいいかっていうのも分かんないわけだから、あのってなっちゃいますよね。そんな感じ。僕もあのこうやって実況やりながら人生相談乗るって、ゲームやって人生相談乗ってって頭フル回転させながら目の前で起こっていることをいろいろ処理しなきゃならないってなったら、リズムよく喋れてないじゃないですか。でも実際営業っていう仕事にあの注目して、あ注目してない、じゃあの集中してやったら、僕ねあの自分で言うのもあれなんですけど、営業は上手なんですよ。まあ得意な方なのかなと思ってますね。だからもしかしたらあなたも、営業以外、まあ、営業って言ってないんでね、仕事、その失敗が、例えば、仕事っていうのが、実は別の部署に移ったら、途端に仕事がうまくいって、しかもそこにいる部署の人たちと人間関係も良くなってるっていうことも考えられるんですよね。というところなので、今いる環境っていうのが、どうしても自分にとって合わないなっていうことであれば、もう環境を変えるか、自分が環境を、自分が違う環境に行くかですよね。環境を変えるっていうのは多分難しいと思うので、そんなところで、考えてもらってるかなっていうふうに思いますね。ということで、まずは、なんで、あ、なんか手榴弾かなんか投げてた。それはそれはウーバーってなるわな。それはウーバーってなるわ。とか、今あれだね、スペース押すの忘れてたの。あれちょっと待って。ほら、全然うまくしゃべれてないでしょ。アホー！
何をしとんの。あ、やった、シェリー。もう金髪でショートカットでさ、巨乳です。巨乳とは言えないのか、 C くらいか。うん、でもたまらんよね。仕込んじゃえ。あれ、こいつ手榴弾なんか投げれたっけ。知らんかった。あ、逃げてったね。はい、さよなら。じゃあ今のうちにね、落としていくか。一旦どっか行っちゃったし、そうだな。じゃあ今のうちにここでパート一旦区切って、次またボスがあるので、やっぱちょっと連続撮りをすることでやっていきたいかなと思います。ちょっとパート分けてね、15分でね、これでやると多分とんでもない時間になってくると思うので。ボス戦結構こいつ長いんでね。だから自分がね、得意だって思えるポジションを見つけるっていうことがすごい大事だと思いますので、まずはそこを見つけるっていうところから始めてみてほしいと思います。で、もしそれが見つけられませんと、それでもやっぱり仕事失敗だらけですっていうことになったら、今の環境から逃げていくっていうことを僕はお勧めします。自分に才能とか能力とかないっていう人は絶対いないんで、何かしらの才能とか能力を発揮できるポジションっていうのはあるんですよ。ただたまたまあなたがそこにいることができてないだけ。なんでそこはね、全然悲観する必要っていうのはないと思いますよ。サッカー苦手な人がバスケだったら得意とか、ね、算数が苦手な人が国語だったら得意とかっていうことは往々にして、ね、考えられることになりますんで、はい。ということでね、そんな風にぜひ考えて、得意だった人なら輝けるって場所を見つけてですね、そもそも生きてることに意味はないんですけど、でも俺はこのために生きるんだということで、人生を切り開いていただけたらなと思います。ということでね、壁の向こうでエレナとジェイクがめちゃくちゃ戦っていますが、我々はのんびりで、したいと思います。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パート連続になりますけど、お会いしましょう。では、バイバイ。